ザ・フー仙台公演決定ね、あの地方のコマーシャルでよく見てたな。夜中にやってるやつあるよね。そうそうそう、キッス仙台公演決定みたいな。もうそれくらいのレベルってことよ。マジで今回のゲストは。うわあ、まあ言うたらツイッターでも発表されてるから、まあ分かって分かってると思うけど。まあまあまあ、ボーカルのてんてんです。ギターのコーリーです。ギターのライスクです。ベースのリョウです。ドラムのテツヤです。いやいやー、決めましたね。今日も始まりましたね。いや今回頭インストイベントでお客さんファンの子に、ね、あいいの撮れた、いいの撮れた、いいの撮れたよ。黄色い声がね、うん、すっげえなんか NHK 感すごいよ。もうなんかね、もうみんなの前バック、もう最初のバクラジーって声がインストイベントで、今日何日だっけ、30日のインストイベントで来てくれたお客さんの声と声を借りたよね。うん、みんな声出してたな。2発目で声出したな。うん、まあ、ちょっとね、あの照れてる人もいたけどね。楽しかったね。うん、なんかいろんな質問、なんかあれみてえだったな。大輔のこれで吉田みたいな感じだったな。なんか入り口が。あ、インストイベントが。そう。ああ、そうだね。俺がなんか仕切っちゃったからね。ごめんなさいね。なんか俺ラジオ補正みたいなの入って楽しかったな。いやでもちょっと司会を変えていきたいな、いろいろ。あーもうじゃんけんとかで決めるじゃん。うん、どうしよう。ちょっと、ま、なんでばっかりしちゃってるね。なんか疲れちゃったの。うん、全然、いや、なんか、いや、なんかインストイベント終わってまったりしちゃったの。いや、そういうわけじゃないけど、もうガッともう噛んできて、もうガッて、もうガッて噛んできてほしい、ね。うん、みんなの顔、ふーっとなってたもんね。あラジオ聞いてる感じだったよね。いやラジオ聞いてる顔だったよ完全に。届けていこうぜ、届けていこうぜ、ね、スーンってしたな。まあ、12月20日のねエリアママに向けてラジオやってるわけだけども、今回何回目これ。7回目かじゃねえな、違う、あ8回目か、何回目か、9か、何回目、うん、何回目だろう。だってウミくんのすかな、うん、いやでもこれまだ何回目になるかわかんない収録だ。そうなんだよ、そこがいいとこ前だから。ほんとね、何回目かわからない、そこがいいとこ前だけど。ただ今日のゲストはね、やべえぞ。誰やばいのよ今日のゲストは、やばい。うん、誰それはこれから電話するから待ってて。ふぅザ・まあまあ、ふぅ、まあまあ結構ね、回数も重ねてきたってことだしさ、うん、なんかないですか、12月20日に俺は絶対これをやるっていうのを今一人ずつ言っていくみたいな、どう。例えばテッチだったらこの曲中にスティック回し一回やりますとか。あーいいね、それじゃあやんなかったら罰ゲーム、うん、罰ゲーム、ちゃんとみんなから来るからね、ワンマンだから人がいっぱい見てるから。テレビ的だな。何罰は、何罰決めよう。罰ね、ラジオ一人、バクラジ一人バクラジ。編集も自分でやるっつ。いやそれはテッチがやるっつ。マジかよ。結局辛いんじゃん俺。そう、やだよ、どこ繋げんだよみたいな。やだやだ、俺公約やるだけでいいわけだから。その簡単な公約、罰ゲームの時俺本当にやんない公約をやればいいだけだから。それはね、テッチ助け舟出さなくていい。うん、うん、それはやんないでいいでしょ。それはおのおのね編集してもらって。いや今までが起きねえよ、罰みてえなもんだよ。だって昨日だって俺朝もうね、朝までかかってたからな、ずっと。なんかあ、まあ別に、あそうでもねえや、そうでもない、すぐ終わってうだうだしてただけだわ。持ったな、うん、ちょっと持っちゃった。いやでも大変なんだよ、なんか一回ザーッと作ってさ、その後20分さ、なんかねえかってこう聞き直すわけじゃん。あで、なんかあったらそこパッ直して、でまた聞くわけよ。で BGM 入れて、あここ切った方がいいなって途中で出てきたらまた切るわけよ。でまた BGM 入れ直すわけよ。もう聞くるよ、ほんとほんとね。そんな日なんていう日なの。んそんな日なんていう日。なんて日だ。テンション上げていきましょう、マイバクテリアヒータイランドのバクラジー。仕切り倒していくぞ。それではまずここで12月20日限定発売する
マイバックトレヒーダーのクリスマスソング聴いてもらいましょう。カーニバル、メリークリスマス。素晴らしいね。素晴らしい。もう結構これラジオで流してから、そろそろメロディーもみんなの頭に染み付いてきてるじゃんこれ。俺だって結構ね、電車とか乗っててね、カーニバルのメロディーなんか、うわちょっと離れねえなってなるからいいメロディーだと思う。あ、俺もうサビが分かる。歌っちゃう時あるね。まず電車に乗ってるとね、本当に浮かんでくんだよね。俺浮かんでくる。起きたらね、流れてたんだよね頭の中で、その曲カーニバル。これねガチだからね本当に。クリスマスソング的な。本当だからこれ。カニバルになっちゃった。頭にカニバルになっちゃったの俺。コリ歌ってみて。俺の頭の上にカニバルっつって。歌ってみて。コリ歌ってみてよ。全然違えじゃん。それ何の歌だよ。それ何の歌だよ。それはね、俺のバラエ声だね。若干メロディー入ってる。メロディーやつだったね。これで一曲書こうも。あったよ。いやでも本当にいい曲だな。まあ流しすぎって思ってかもしんないけど、ずっと流します。ああそう、流します。いやもう聞きたい、何回でも聞きたいよ本当。と言うたらそうだよね、ワンマンのそこの12月20日で買わなかったら無理なんだもんねこれ。一生買えない、一生買えない。言うたらあと12月しかやらない。1月頭くらいまでやるかな本当。クリスやんねえか。でもね、クリスマス過ぎたらやらないから本当にワンマンで買ってライブに聴きに来るだけだよこの曲は。せやね。の割にすごくいいメロディーでいい曲、名曲、幻の曲になっちゃう。スペシャルなものが入ってるしね。スペシャル、これやばいのよ。ついてる DVD って言っちゃったのに、まあいっか。DVD がやばい。やばい。やばいね。サプライズ感が半端ないよね。ボリューミーだよね。でもなんかね、なんとなんとね、ちょっと。なんと垂直に、うん、ああそう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 、それはちょっと内緒にしとこまで。そうだね、そう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 、はいはいはい、そう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 、まあ何が入ってるかはね、うん、お楽しみということですね。そう、ボクシング来ないと取れない、そうね、もらえないっていうね。ボクシングで言うとジャブからアッパー来るみたいなあれあるよね。ダイダライン来たら俺だよ。まあね、本当はね入ってるものはね、まあまあまあ内緒にしときましょう。俺下手くそだ。じゃあここでなんここで質問コーナー的なのじゃなくて、マイバクの、マイバクっていうか第2のコーナー行きます。てんてんさんのね、コーナー、俺のコーナーになっちゃうこれ。てんてんさんのコーナーにしていこう。うん、そうしよう。てんてんのて、てんてんのラインになったよ今ね。だから今そのあので電話いつ来ますか的なラインがたくさん来てるから、今ちょっと俺軽くテンパってる。もうバッと行っちゃってよ、ジングル。オッケーオッケー。てんてんの帝王ショッキング。ここでは私の友達を紹介していく電話でそこなっております。フレンズ、フレンズ、前幕のタモリさんとも言われてるね。ね、俺がね、なんと今、うん、かけちゃう、かけちゃう。髪切ったっつも大体みんな髪長いからね。違いがわからない。違いがわからない。じゃあそんなちょっと今回はやばいよ。今回はヤバい人にかけるから。ビッグな、だいぶビッグ。今回はすごいビッグな人にかけるから。いやまあ毎回結構豪華だけどね。うん、豪華なゲスト。今かけてます。あ、出ました。ちょっと今ハンズフリーにします。ちょっと待っててください。よいしょ。聞こえますか？あ、聞こえますよ。ボーカルのてんてんです。ギターの交流です。ギターの大好きです。ベースのリョウです。ドラムの哲也です。よろしくお願いします。お願いします。はい、リュウの九条武正です。お久しぶりです。
あ、久しぶり。あ、ありがとう電話。いやもう、キリウつったら今やもう、ずっと飛ぶ鳥、なんて言うんだっけ。飛ぶ鳥落とす勢い続いてるよ。考えて喋れよ。もう。突っ込まれた。バッサリ。うん、いやでもね、ほんとね、マジやばい。ヒールって言ったら本当にもう今やもうビジュアル系のちょっとアイコン的なとこあるからね。ないない全然ないよ。カウントダウン TV 見てたら17位だったの。やばいし。よく見てるね。そうなんすよ。知ってるな。ありがとうございます。めっちゃすげえなと思って。いやすげえよ。え、竹正くん面識あんの？俺ってテチもあんの？あ、俺も前のバンドの時に。あ、そうなんだ。そう。テチ君年一ぐらいでね、あれメールからインしてるよ。年一くらいで、はい、年一くらいそれ年一で何なんだろう。なんだろう、この間した時は年一で多分連絡取った。誕生日おめでとうくらいな感じ。誕生日おめでとうみたいな感じ。ただなんか、まあなんか年一くらいで何か用事があってなんか、うん、そうっすね、こんなね、うん、イメージがある。年一くらい、はい、お便りいただき、あ、いや、まあやり取りしてみたいな感じですね、確かに。こう見えて俺ね、竹まさかの差しで結構でもねえか、2回くらい行ったよね。行った。結構ね、相談乗ってもらってね、熱い男なんだよね、竹まさか。マイバク始まる前でしょ。そう、いろいろ、うん、どうしたらバンド売れるかなつって。いや、売れるよ。売れるかな。売れるよ、だってメンチがめっちゃいいもん。おぉ、あんまってあふれとるよ。いやもう、キリュウの竹まさか売れるって言ったらもう売れるでしょ、俺ら。ね、いや、売れるでしょ。うん、間違いない。まあこんな感じでだいぶ緩くやってて、なんか緩い感じに、ごめんね、なんか緩い感じで出てもらって。ああ、全然いいよ、全然いいよ、ね、緩いから。でここでさ、なんか、キリュウの曲、俺らのラジオ流したいなと思ってんだけどさ、よかったらタイトルコールお願いしていいですか？ああ、いや、喜んで。お願いします。じゃあ、皆さん聞いてください。キリュウのニューシングル、アマテラス。おーい、アマテラス。いただきましたのは、キリュウでアマテラスでした。ハッと、なるほど、ね、ハッとアマテラスだった。アマテラス、うん、でもありがたいね、ほんといろんなバンドマンで止まって、うん、うん、ありがたい。それはね、てんてんさんの人望がね、やっぱりそうだね。あのね、そういう振りじゃねえぞ、これ。マジで。え、でもテテさん、友達マジで多いもんね。多いな。いやでも最近なんか、あれだな、ちょっと若干へこんでるな、俺。悲しいな。え、マジでへこんでる。なんで？え、なんかさ、うん、俺さ、うん、リアルな話になっちゃうな。え、なんかあのほら、うん、結構俺外目から見ると、うん、すごいっすねみたいな、ブランドもやってもバンドもやってなんかしっかりしてる人っすねみたいな。うんうんうん。いやでも中身ダメだなーって最近ちょっとこうなんかしっかりしないとって思うことがほら、俺よく怒られるじゃん。そうだね。うん、物を忘れたいとか。あるし、若干へこんでる。あ、まあまあ。今日、コンタクト見つかった今日。見つかった。今日はインスタイベントで、その光月原に行こうと思ったのね、インスタイベント前に。うん、で、俺らほら、時間厳守になったじゃん。うん、時間厳守になって、コンタクトとかを入れてる袋を、銀行の ATM の上に置いといたのね。うん、で、そこの銀行なんか、使えなくてカードが。うん、マジかと思ってコンビニ行って、
でコンビニでできたの、うん、でそれを忘れてカラオケでやったじゃん俺ら。もう焦ったな、コンビニ行ってもねえし。確かにね、あーすげえ焦ってた、すげえ焦った、めっちゃ走ったその後になんかちょっと注意されて、ちょっと俺泣きそうだったな。テテさんのお悩み解決しようかな、もうこれお悩み解決ということは、大輔のこれで吉田、うわー待ってました、待ってました、待ってました大輔くんの、いや悩んでる時にやってくるな先生は。うん、テンテンくん、はい、悩みあんの？はい、じゃあちょっとでも自分で解決しかかってるんだけどメモ帳買おうかなと思って俺。ああでもそういうものをちゃんと書き込むものね。でも確かにテンテンさんテンパっちゃうからね。メモ見ればもう大丈夫みたいな、ね、メモ帳買おうと思ってるんだけど。でもメモ見るときテンテンさ ん, ん これ何日って言って、あ何日だよって言うと、そのなんか一日ずらしてメモ書いたメモ間違ってんだよね。あれ何なんだろう。ちょっとよくわかんない。じゃあそうだからじゃあだから聞いてよ。違うだからメモ帳かだから俺違うんだよ。携帯のメモでしょそれ。携帯のメモ。同じことじゃんね。違うんだよあれさ携帯のメモさで日付ほら日付に書き込むじゃん。うん。10月と11月を間違えるパターンなんだよそれ多分。そっか1日ずれてんのか。そうだよ。ダメだろ本末転倒だ。例えばあでも画面壊れてるからね間違えてタッチしちゃった。そう優しいなぁ、いいフォローしてるなぁ兄貴優しいわ。そんなに結構見えやすいっちゃ見えやすいよねこれまだ兄貴開いちゃってるからねそれねよくわかるよ俺。うん2回画面割ったからな兄貴優しいけどね。でもね例えばよあれ何日って言われてあ4日だよって言ったらなんか3日に丸の中ね3日になんとかって書いてあったりする。それはねてんてんさん間違い。ああそう俺ねうんすごい日付間違いごっちゃになる。まあね、うん、そうなのよ。確かにいつも結構パニックになってるイメージがそうパニックだったね実は外見は結構昨日もなんかさサイバーイターなんか尊敬してましたみたいな、うん、ちょっと若いバンドマンなんかギャオだった時代尊敬してましたみたいな言われたけど、その時はすげえつくのね、うん、ああありがとうみたいな。いやめっちゃ生きた。すげえ遠い目で。遠い目で。あまあまあそういう時代もあったからね。うん。みたいなやったのよ俺。言わしたな。言わした。マジ昨日池袋サイバーでちょっとね、あ俺はいテントですみたいな。ちょっと空気出したけど、中身すげえもう。まあ次の日にはコンタクトね。そう。なくしてね。ATM の上。そう高田の周りで次朝かきだからめっちゃ走ってる。つれえよマジで。いやほんとね、でもほんとライブの時はもうねスイッチ開いてちょっと変わるから。そうだね、うん、そこだけそこかっこいい。ライブはかっこいいからね。いやライブはかっこいい、うん、そこがなかったらもう何もないですよ。やめてよそれやめてよ。みんなだよみんな。ああみんなそうだからバンドやってるんだね。そう、うん、あなんか今日のラジオいいね、うん、真面目なこと語ってる。うん、うん、そういう日もあっていいよね。そういう日もあっていいことを語る日も。吉田さんちょっとそろそろズバッとしてもらっていいですか。ズバッとしよう。今日もズバズバズバッといこう。じゃあね、うん、ペンネーム丸太さんからです。はい丸太、今度インストアイベント参加する予定です。でも緊張しいで握手会の時に喋れる自信が全然ありません。はい、無言になってしまうの嫌なんですが、なんか解決方法ないでしょうか。ああこれはでも俺もでも自分のインストアイベントじゃなくて結構人のインスタイベント参加したりする方だからアイドルね。まあ、うん、かな。なんで隠すのちょっとバリバリ言ってんじゃん前回もその話してたよ。確かにね、緊張する。緊張して何喋っていいかがな、本当短い時間だし、ね、そこでなんかいろいろ自分の伝えたいこといっぱいあるけど伝えるのって難しくて何喋っていいか分かんないっていう気持ちなんだろうな。あこういう時は僕ら側からなんか会話をやればいいんだけど、僕らも結構コミュ障多いからな。そうだね、うん、何喋ればいいか分かんないな。じゃあ無言にならないように僕たちが努力します。しましょう、うんうん、全然緊張しててもらって構わないですよ、うん、僕らも緊張してるんでね、うん、今日のインストはいたのかな。じゃあいやもしかしたらいたかもしれない、ね、あでも手震えてる子とか結構いたりするよね、うん、あ震えてた、うん、何人かいたね。いたっしょ、うん、手に汗かいててすいませんみたいな、うん、全然気にしないよね。でもそういうのもなんか可愛いなって思ったりする。可愛、うん、い、うん、そのままでいいんだよそのまんまのそのまんまの前でいいんだよ。誰のあこれは誰ちょっと
誰でもないです言わねえんだオリジナル俺は知ってるけどな一応ね伝わりづらいからまあ言わなくてあいやあいやそのまんまのお前でいいんだよ誰誰この度はめっちゃ気になる本当に申し訳ありませんでしたいやだから身内ネタになっちゃういやなんでもない、うん、これ伝わりづらいからこれは、うん、じゃあえなりかずきこれもえなりかと思ったけどそういうワードあったかと思っていやあのあんのようんあんだよね、まあ、でも丸太さんの悩みこれで解決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 あざっす先生あざっすありがとうどんどん行きましょううんすごいよじゃあ次いいですか行きましょうペンネームヤーヒデさんからヤーヒデさんはいヤーヒデさん自分は連絡不詳すぎるのが悩みです、うん、返さなきゃとは思うのですが文字を打つ過程で挫折してしまいます頭の中で文章はできているのにどうすればいいでしょうかこの文章を作るのにも半日かかりましたもういっそテレパシー使いたいぐらいですあーこれはでも結構わかるな俺もわかるうんでていやテッチは連絡不詳と言ったらテッチだねそうだね、うん、俺もそれわかるけど俺結構返してる方だからないや返してるねもうテレさんは返してくるいやみんながこうガーッてこう回してるところを俺は見てる既読は絶対人数分ついてるはずなんですよ、ね、でもその中にその中にテッチが会話してくんないと解決しないところもあるのにテッチ見てるからたまにね俺寝てんじゃねえかなって思ってたいや起きてる既読ついてたら起きてる俺テチたまにねあの見るじゃん見て、うん、あの携帯置くんだよねあ一緒いる時とかそう、ね、あれ何なんだろう携帯置くんだよねもう返す気ゼロっていうね絶対ね時あるんだよねもう来た時貯めるとね返せなくなっちゃうから絶対その時返していい、ね、話がね流れちゃうもんね、うん、そう、うん、いやもうポンポン返した方がいいよねそういうのってね、うん、あっちがすげえ大輔さんもズバッと言ってください、うん、じゃあもうね文字を打つ過程で挫折してしまいますこれは多分でもヤーヒデさんは多分ちゃんと返そうと思ってるからだと思うなんかなるほど、ね、ちゃんと相手に対してちゃんと返そうと思ってるからそういう風に悩んじゃうんだと思う、うん、俺みたいに適当な人間はとりあえずその今の感じで返しとこうもう文章間違っててもしょうがないぐらいの感じで、はいはいはい、伝わればいいやこの精神でいきましょうおーヤーヒデさんと一緒かもさすがだねちゃんと文章を作っちゃうとさ、はいはい、考えちゃうからそうね会話も続いちゃうから、ね、これで大丈夫かな、うん、そうとかね、うん、そう。それが俺だわ俺もさ、まあ、俺も思うけどでも忙しい時とかはさとりあえず返さなきゃ、うん、もう自分のその今思ってることだけをバッとこう返すあこれしかこれに尽きるんじゃないかなヤヒデさんのやつは解決解決解決ズバッとズバッと今日どうするもう一個いくもう一個ぐらい行きますか行こう行こう行こうじゃあいいですか匿名希望さんからですどうして男の人は女に嫌われる女のことが好きなんですか自分の前でだけ可愛ければそれでいいんですかんらしいですなんかあったのかなこの人は例えばだから男ってさぶりっこしてる女の子とか好きでしょあよく言われるのでもなんかなんでその男の人はそういう女の人のこと好きなんですかみたいな女子の前では違うんだろうな分かりやすいからじゃんまあなでも結局ねそうそうだ、うん、結局世知辛い世の中だし出たもう、うん、大好きなワードになってるんだ結局ねそういうふうに作ってても男ってねそれにね騙されちゃうんですよ、うん、あぶりっ子そうぶりっ子とかに騙されちゃう分かるよその気持ち、うん、だいたいぶりっ子の方がねやったらねぶりっ子の方がいいそう俺いっぱい連呼してるぶりっ子の方いやでもそれは本当に思うなまあぶりっ子はいいかまあね、うん、結局でも男の人はそれ若い子はそうな感じなんじゃないですかその結構まあねいろんな付き合いをしてきた人っていうのは、うん、なんだろうそういう外見だけじゃなくて中身を見ると思うけどね俺はうん、うん、だからこの人は自分を貫き通して、うん、それで自分のことを好きになってくれる男性が現れたらうんまあその時は頑張ればいいんじゃないですかそうですねでもまあ多少ねそのぶりっこしてんのもまあ努力っちゃ努力だからまあねうん全然、まあ、間違ったことではない間違ったことはないようんまあなんで男ってまあ女の人への憎しみじゃなくて多分これは僕たち男男性諸君に対するこうもう、うん、あれ何なのなんでしょうねあでもそういう女が好きな男も、うん、いや今からだからねペニス、うん、
編集がだいぶめんどくさいねこれ。スレイブだよ俺。あじゃあなす、ごめん。ピピピピピってなるよ。これはね、じゃあ解決しましょう。これは男の差がです。はいはい。そう解決。解決。ということで、ここで今回の相談はこれにて以上このコーナーでした。ああ。じゃあ最後にじゃあマイブクの曲また流しますか。はい、うん、はい、流しましょう。流しますか。じゃあマイブクテラヒートアイランドで青空ギロチン。もうすぐ終わるんだ最後まで笑えてるのだろうか。ギロチンに抱かれながら、聞いてもらったのはマイドクテラヒートアイランドで青空ギロチンでした。青空ギロチン、まだまあ散々聞いてるでしょ。でもこれは、うん、YouTube でも聞いてるし音源も聞いてるし、これはね、もう散々聞いてるでしょ。他のバンドのファンの人たちにも広めてほしいな、うん、でも散々聞いてるけど全然まだまだ聴けるっしょ。いい曲だろ、うん、だってこれ発売してもう結構どれくらいだ、もう経ってるよね、うん、1ヶ月、うん、まだ経ってないか。半月は経ってる。半月は経ってるよね、うん、半月経ったら1曲って飽きるっしょ絶対、うん、飽きるじゃん。でも俺ちょっと最近感動したからな、また青空行進で。何何、え、なんか、いや、まあ言うたら大画面で初めて PV を見たんだけど、うん、あ、ツイッターでしたね。そうそうそう、 YouTube でしか見てなかったの俺、うん、ちょっとめんどくせえな、めんどくせえなじゃないけど、うん、やっぱ忙しかったから、うん、そのホッとする時間が結構なかったわけよ最近、うん、まあ、入院とかもあったし、うん、で、あ、そういやサンプル持ち帰ったからちゃんと見てみようと思って大画面で見たら、うわ、なんていい PV で、なんていい曲だろうって感動したな。わかるよ、わかる、うん、なんかそれ俺ちゃんとやっぱ製品になる前はサンプルとかさ、うん、そういうので自分らは聞いてたりこう見たりしてるけど、こう製品になってその製品を手に取った時にまた発見することがあるもんな。あるよね、意外に自分らでもあるんだ。あるなんか、あるんだよね。だからちゃんと製品を手に取って見て聞いてほしいな。聞いてほしい、うん、大事にしてほしいね、手にした人は、うん、うん、ということでね、うん、だからもう俺らすげえいいもの出してくんでよろしくお願いしますってことで、マイバクテヒーターエンドのバックラジでした。どうもお化け